でか真っ赤のフォトブースですよ。大谷と並ぶ大森栄一郎すごい、あ、かわいい、確かに、お、ギラギラ、我々が流れております、しております、愛用しておりますファーサー PR3、 こんなかわいい色だな、何もなんかマインドフルになるな、マインドフルすごいよ、人いっぱい、人いっぱいって言ってもこれは一部ですね、ほんの一部です。でも国立競技場のトイレめっちゃ綺麗だから、ね、ありがたやです。バイバイ、行ってきます。ゴール後にライブをねするために時間内に帰ってきたいと思います。で、ね、持ち物検査がありやす、このね、QR コードをタッチして、はい、はい、あ、サングラス、はい、バッチリです、はい、ありがとうございます。通過です。そしたらね、ここに入りますよ。すごい人だ、すごいな、てんやまんやしてるよ。あれ、いいだ、おはようございます。ほうのかの F ちゃん、ほうのか、めっちゃ危ねん、ほうのかやろ、ほうのか、やっぱ、やっぱそうで、F はほら、かわいい子、ほうのか、かわいい子しかね、F かわいい子しかね、かわいい子しかね、ほら、かわいい子しかね、ええ言うな、これどっから降りる、そうなの、どっから降りるかも、どうやって降りるんだろう、これワンタンコ、これこんな感じなんだ、持って帰っちゃうやつ、こんな感じなんだ、なにこれ、人、おっ、え、すごっ男女くん、どのぐらいで行くの、え、今日は40分までにスタート整理しなきゃいけないんで、だけど、80分切りで80分切り、はい、あの、僕の友達なんですよ、え、知っとるよ、知ってるよ、新約の酒で、ね、役かよまだ役なの、やってく、違う、これ第2ウェーブ、あ、第2、マジやべやべ、こう見たい、やっと F ブロックです、ここだ、今の列も美味しそうです、すごいすごい、かっこいいよかっこいいかっこいい、これいつ切ればいいの、いつ切ればいいのこれあ、そうそうそう、詰まる詰まる、やっと動き出した、アップが、あ、うちらいっぱいアップできんじゃん、ここでそういうこと、ここからあっちまでそう、そう、上空、上空できんじゃん、来て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 、あ、そうだよ、え、これスタートするべき、え、今ね、11分、見えてー、ついに見えた、おお、すごいすごい、あ、スタートまでまだ遠いわさあ、ついにスタートです、できるみたい、スタートやっとできるみたい、ね、8時15分です、イエーイ、みんな楽しい感じじゃんみんな楽しい感じです、イエーイ、さあ、踏むよ、せーの、スタートスタートしました、行ってきます、おーい、えー、楽しい、お願いしますワイワイやん、みんなでワイワイです、おいしょ、スタートしましたけどね、全然こう思うようには進めんわ進めない全然進めないよ、まあ、ここはもうのんびり行くしかないですね、進めないよ危ない危ないあ、全然ペースつかめないまま、もうすぐ3キロになっちゃう足元やばすぎるやばい、まだ楽しめてるよりかポジションを確立したい、むずい、やばいやばい、みんなで頑張ろう、今水道橋あたりだな、 4.28、 まだだいぶ神保町の交差点です、 8.1 よ、すれ違えるぞ、いいね、この通りを整備ができるっていうの、もうすぐ10かな、
ついに行こうかな。ついに暑いわ。10キロが41分59、前半のめっちゃ体力使ったわ。12キロ、キロ4分1です。あ、皇居来てます。竹橋ね。1時間40分ペーサーに追いついた。いいね、ここは東京マラソンのコースでも走んないから詰まるね。15キロ、1時間3分、来た道をね戻ってます。今は4分5ぐらい。17キロ目、市ヶ谷。ありがとう。坂です。意外と登る。いよいよラストです。新宿外苑西大通り、西通り。これ美味しいよ。はい、ありがとう。20キロ、もうちょっとだね。1時間24分ふう、帰ってきてる。あ、気持ちいい。これ石競技場の中走ってるよ。ラスト、よいしょ、ふう、はい、ゴール。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お願いいたします。いや、疲れた。ゲット、メダルゲット。おー、東京マラソンみたい、マジでやばい。その後ライブがあるんだ。ライブ早く行かないと。1時間29分19秒でしたね、手元の時計で。コースはね、面白かったです。東京マラソンだね、ほとんどやっぱ。あ、着いた。ただいまでーす。イエーイ、ただいま。間に合ったかな。間に合った。ただいまー。あ、帰ってきた。ただいまー。ナイスランでーす。東京レガシーハーフマラソン、お疲れ様でした。やっぱ国立競技場最後にね入るの楽しいですね。気分上がります。全体的に全てがリッチで、こんな盛り上がったハーフマラソン私初めてです。ここまでハーフマラソンで規模でかいのあるって感じね。楽しかったです。東京レガシーハーフマラソン楽しめました。来年もねまたね出たいなと思います。目玉結構かっこいい、本当に東京マラソンのちっちゃいバージョンみたいな。あー、頭痛。なんで、ね、今回ね、4分ペースで押していくっていうのはちょっと難しいところもあったんですけど、先週のハセツネの疲労もあるし、まあ今日結構、まあ、ゆとり持って余裕持って走れたので良かったんじゃないかなというふうに思います。ということで、ここまで見てくださった皆さんありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。ぜちぇん。国立こんな感じ。